今日の抽選番号は39番でした。みんな何に行くんでしょうね。ギリギリで取られたわ。こっちに行ってる人もちょこちょこいるかな。行ってなさそうだな。はい、松尾7の00台は空いておりません。めちゃぐ台の00台もここだけ空いてるわ。いや、とりあえずどこ取ろうかな。じゃあ、あまり本命ではなかったんですけど、しゃあなし、とりあえず打ってみます。ジャグラー偉人伝をご覧の皆様、明けましておめでとうございます。若葉舞茸です。本年もジャグラー偉人伝と若葉舞茸、どちらもよろしくお願いいたします。この番組はジャグラー界で偉人になるために、ジャグラーで5つの偉業達成を目指す番組でございます。新年一発目、まあもう1月31日月末ですけどね、年もこうしてだいぶ経ってからの配信にはなってしまいますけれども、2023年初回っていうことで、ちょっといいスタートを切りたいところでございます。で、狙い台としては、前日00台が今回は結構お台数あったんで、 IM に行くのが無難かなと思いつつも、マイジャグかファンキーにある00台を狙おうかなと。中でも ファンキーに松尾奈々の00台があって、まあ、7台が並び松尾奈々絡めてやることが多いんで、そこが一番ちょっと第一候補くらいで考えてたんですけど、あの女取られてました。他にもその松尾奈々の近く、隣かな、松尾8の00台マイジャグにあったんですけど、そっちも取られてて、で、唯一空いてたマイジャグの00台がこの641番という、ちょっとここはねどうかな、7台並びの対象に、まあ、場所的にはね問題はないと思うんだけど、角台とかでもないですし、そこまで第一候補としては考えてなかったんで、どうだろうという不安要素は若干あります。フェイクで入ってればラッキーみたいな、そんな感じで今打っています。なんか一時ね、00台もそんなにすぐに埋まったりしなくなって、なんか入れ方を変えたのかなとか思ってたけど、やっぱ最近また復活し始めましたよね。早い番号じゃないと取れなくなってきてる。 SIM の00台もちょうど目の前で取られちゃったしね。今日平日にしてはまあまあ人がいたんで、マイジャグも、まあ、まだ空き台あるか、ちょっとだけ満席でもうパンパンですみたいな感じではないから、移動はできると思いますけど、もうちょっと時間が経つとね、みんな同じような人がこういろんな台に移動して耕されちゃって、嘘でありませんってなりそうな感じがするから、できれば1台目にとどまっておきたい。どうぞ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 。すごい、そんなお気遣いいただいてありがとうございます。喫煙できる島でさ、隣の人にタバコ吸っていいですかって確認する紳士なかなかいないですよね。ありがとうございます。レギュラーなら50回達成したことある。おー、すごいですね。だってすごいね。今ね、隣の視聴者さんだったんですけど、偉人伝いつも見てますって、レギュラー50回なら達成したことありますよって、彼は真摯な上にすでに偉人でもあったっていう。はい、当たりました。142ゲーム、
星4000円です。帰りません。なんかさ、めんどくさくない？あ、当たった。33ゲーム。これはビッグです、きっと。知らん。おお。予想的中。なんかさ、1ゲーム目に当たるときってさ、レギュラーな気がするけど、ゾロ目で当たるときってなんかビッグな感じがするんだよね。わかります？この感覚。ブドウがよく落ちる、いい台ですね。まだ200ゲームしか回してないですけど、今のところは5分の1のペースで落ちてます。5回に1回ブドウ。あー、連チャンはなし。2連で終了です。でも朝にしては十分じゃないですか。ビッグ2回も引けた、珍しい。ブドウも落ちるし、これでしばらくは1000ゲーム、いや1000ゲームはさすがに回せないな。500ゲームぐらいまではいける気がする。ブドウ100個、 5.07。 すごいでしょ、ブドウだけめちゃくちゃ落ちる。ただあれ、ボーナスがちょっとご無沙汰してますね。ふう、当たりました。366。なんとか持ちコインで足りた、間に合った。レギュラーじゃなくてビッグ。追加投資にならず済んでよかった。ちょっとこのお手玉でまたボーナスが続いてくれるといいですけどね。さあ、この5.0 とかのペースでブドウが落ち続けていれば、多分コインは相当持つと思うんだよな。でもさすがにどっかで落ちるだろうな。まだちょっとわかんないですけど、個人的にはもう少し回して1000ゲーム、1500ゲームぐらい、そのあたりでも5分の1、まあ、もしくは定力で 5.8 とか7とか言われてるんで、マイジャグのブドウの数値、それよりも良ければなんかあるんじゃないかと疑ってみてもいいかなと。ブドウだけじゃ判断もちろんできないんですけど、極端にいい場合って大抵設定入ってる可能性が、経験上ね、これまでの経験上そういったことが多かったんで、もちろん中間設定とかのパターンも全然あるけど、ブドウめっちゃ良くてボーナス重いっていうのは大抵で設定5です。4だとね、1000ゲーム、2000ゲームぐらいまではね、6っぽいんですよね、挙動的には。5はね、ブドウだけなんだよな。本当に朝一、もうマジ1みたいな動き方するけど、後半にかけてじわじわ挙動が良くなっていく、まあ、そういうパターンが多いってだけですけど、まあ、もしくは本当に低設定か。ガキペコしました。101ゲーム、ビッグ。
かこっち側の島に七大並びっぽいところがない気がするんだよね。ポツポツと当たり軽い台はあるけど、別の場所にあるのかもしらんし、まだ見えてないのかもしらない。でもこっちじゃない気がするな。さあ、キペさーん、ピーク127ゲーム。今日はどのタイミングでレギュラー当たるんでしょうね。今770ゲーム、まあ、してますけど、今のところ0回1000分の1とかになりそうだしさ。それならそれでね、いいのよ。レギュラーが引けないなら引けないで、ピックが今155分の1で引けてるからこれはこれで、じゃあピック50回目指しましょうってなれるペースで今ボーナス引けてるんで、0の5っていう逆転するパターンにならないだけまだマシな気はします。そっちはそっちでね、高設定に期待が持てるんだけど、その分出玉ないから投資かかっちゃったりとかね、そっちもそっちでいろいろ問題があるんで、私の右隣も左隣もね、どっちもビッグ先行台なんですよね。左は6の2だし、右は6の1だしみたいな。なんでだろうね、似たような設定なのかな、その3台とも。なんとか残り25枚でボーナス当たってくれないでしょうか。うー、間に合ったー、危ない。429ゲーム。あー、ここで今日初めてのレギュラー。玉がすべて飲まれてしまいましたので、追加投資いたします。頑張ってくれないかな。まだ投資5000円なんで、もう少し粘りたい。ちょっと幸先が悪いですね。大丈夫ですか、2023年の偉人伝、大丈夫ですか。そういえば前々回ぐらいの偉人伝の時に、私があのザグラってこうハマりに対してさ、暴言を吐いてるシーンあったと思うんですけど、クソがって。おー、当たりました522。うわー変な声出ちゃった。トロフィーが出ました、ありがとう。あ消えてしまいました。でも私タッチしない方が好きよ、あのままの方がいい。ということで522ゲーム、すごいデータ。高層ビルが2棟建っております。この後この後高層ビルを建築したあとどういう挙動をするかどうかで、私はこの台を判断したいと思います。あ、そう、暴言を吐いたシーンが使われてたから、いや暴言というか、まあ、やさぐれてただけですけど、
当たってないのこれだけでしょ。当たってないの前田さん代だけ。クソが。マジで。やめて笑かすの。いや笑かしてないよ。なんかあんまりなんそういうこと言うと女の子なんだからとかもうちょっと言葉遣いきれいにしないとみたいな、なんそういうこと言われるかなと思ったら意外と見た人からはあのシーンが一番面白かったっていう予想外のコメントをいただいて、みんな意外とああいう方が良かったりするのだろうか。普段私あんまり感情を表に大きく出したりしないですしね、そういうのもあったのかな。お、珍しい、まりたけちゃんが怒ってるって。何にせよこう好意的な意見が多くて安心しました。今後もしまたああいうやさぐれる何シチュエーションがあれば思っている感情をそのまま言葉にしようかなと思います。使われるかどうかは分かりませんけれども。目玉が飲まれたら一回店内見て回ろうと思いやす。当たるなら今だぞ。おい、今がチャンスだぞ。聞いてんのか。あー、飲まれてしまいました。じゃあ一旦徘徊します。見て、お正月仕様になってる、かわいい。89。こっちのマイタグが強いね。この辺が、あ、ハッピーの217番台から右に7台4、5、6、7。って考えたらもう ここに移動するしかないよね。移動してきました。 SM、 やっぱり SM だったかもしれない。ハッピーが、増大されて全部で8台になったんですよ。で、末尾7に、まあ、もともとハッピーなかったんですけど、そこに1台入って、で今日はその末尾7のハッピーが今のところ合算1/104。そこは右にこう SM が並んでるんだけど、まあ、ちょうど7台目まで、一応動いてるのは4台なんだけど、その動いてる4台が割と全部良さそうなんで、もしかしたら7台並びはここなんじゃないかと思って。マイジャグはね、ほんとブドウだけめちゃくちゃ良かった。あとはもう全部ダメでした。合算もレギュラー確率もなんかあったかもしれないけど、あって多分3とかだね。今一番7台並びの可能性がありそうなのがここかな。レギュラーボーナスです。はい、レギュラー、ふぅ、連チャンしました。30EGM。 いやー、久々のミックだ。今年の抱負？なんかね、今年は余裕を持って生活をしたい。こういろいろと締め切りとか。おい、レギュラー。
から目標だけど、家をきれいに保つっていう、こう突然誰かが今から遊びに行ってもいいって急に言ってきたとしても、あ、全然いいよ、ちょっと散らかってるけどくらいで、え、全然散らかってないじゃんみたいな、よくあるじゃん、いつ何時でも誰かを招き入れるような状態にしておくっていうのが、これが難しいんだよ。毎日掃除しないといけないからね、それ。いや、多分私はね、途中でね、この誰も来ないんだからやっても意味ねえだろって思うのなんか家帰ってきてさ、疲れたってリビングバンって開けたらさ、すごい散らかってんだよな、嫌じゃん、脱ぎっぱなしの衣類、洗濯があふれ返ったカゴとかさ、洗って乾かしたままの食器とかもそのまま、もう全部そのままなの。でももう誰かが、じゃあ家遊びに行っていいってなったら、一回ちょっと持ち帰りますってなるから、予定を立てる1週間後とか、で今日急にこの後舞茸ちゃん家でたこ焼きパーティーでもしようよみたいな、無理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 、で来てもいいけどって、いい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 、あれよドン引きするからねって。そんなどうでもいい話してたら止まれますよ全部。どうする、まあ、1423ゲーム回してブローが249個、 5.7、 わー、じゃあグラコーナー一周して7台並びがやっぱここっぽいなってなったらこのままキープするし、なんか違うかもしれないなと思ったら開けるかもしれない、一回見ます。ふう、112114104、188、481、227、112。なんかハッピーもさ、ぼちぼち。な、感じしない？お、00。すごー。23の17。7台はなさそうですね。でもいったん開けずに休憩行きましょう、うん、で戻ってきてまた様子見て考える。いくらおろしたんですか？5万。それ使い切ったら8万。行きましょう。こいつはプラス域に浮上するんでしょうか？今、総投資が3万3000円なんで、1700枚ぐらいあれば、まあ、トントンには持っていけるかなと。ちょっと久しぶりにお昼休憩いただいてきまして、1時間お店の様子変わったかなと思って見たんだけど、ハッピーが動き始めた。若干ボーナス引いてる台もあるけど、何台並びかどうかって言ったら微妙なところ。何台並び、2つある日もあって一箇所じゃないこともあるんで、もしかしたらアイムとハッピーと2箇所の7台並びっていう可能性も
ちょっと考えたんだけど、どうでしょうね。ガイムは相変わらず悪くはなさそうな感じだから、どっちかまたは両方。ハッピーが動き始めたばかのところもあって、まだそんなにゲーム数回されてないから、それがある程度回された時にどうなるか。2023年の抱負としてもう一個、年間収賞プラスにするっていうのをちょっと付け加えたいなと。その個人の収支とは別に、まあ、この番組として一つ目標を立てて、偉人伝での収録自体の年間収支をプラスに持っていけるように頑張りたいなと思います。もうすでにもうドマイナスよ、1月スタートから。まあ、やることやってマイナスになるのはしょうがないと思うんだよね。そこで下手にそのプラスを守るために攻めなきゃいけない時に攻めないみたいなのは違うと思うから、今までここ何ヶ月か1台を変に粘って今日も負けましたみたいな回もちょこちょこあったりしたやん。何もやれてないんでとりあえずこの台回しますみたいな、そういう、意味がないわけではないけど、もうそれ打ってもしょうがないんじゃないみたいな台を変に粘ったりするのはやめようかなと思う。よくない。どうしよう、厳しい戦いですな。ねー、43本、何でも来る。今日一日でまくろうと思ったら実際難しいかもしれないですね。なかなか厳しいね。かも今空いてる台の中で2000枚出せる台を見つけ出さないといけないわけでしょ。まあ、露骨にこう高設定っぽい台は開かないでしょうね。そうね、的にも。さっき年間収支プラスにするためにあんまり無茶な打ち方はしないって言ったばっかりだから、まあその年間収支プラスにするっていう抱負が、まゆたきさんの中で真剣なものなんだとしたら、まあ、今日一日でね、下手にこう取り返そうとして無茶な実践を続けるよりも、ここでね、スパッとやめるっていうのが、やめる勇気。そうだね、偉人伝に必要なもの、それはやめる勇気。潔く諦めなきゃいけない時は無理に打たずに、こうダラダラ打ちがちだけど、どうしてもね、まったり遊べる機種ではありますから。やめますか。下手に今空いてる台を打って負け額を増やすくらいだったら、次回高設定打って今日の分もまくった方が見栄え的にもいいかな。こう設定積もれるか分からんけど。いやでもさ、00台の様子見に行ったけど、マイジャグに限って言えば何台かちょっとへこんでるのもあったけど、アイムとかファンキーとかはわりかし反応してたんじゃないかなっていう感じが。抽選番号さえ良ければあったよ今日は。ね、
あのファンキー2松尾7700台、そこは取れてたら今日はまた違った結果になってたかもしれない。だけどそれ毎回言ってる気がするんですけど、うん、だって抽選が悪いよ本当に。ここのお店はさ、だっていねえねえ、自分で言うのもあれだけどさ、別に狙い方は間違ってないわけじゃん。そうですね。ねえ、早い番号さえ引けてれば座ってたよね、あそこ。00台狙いで、かつ、うん、末尾7、うん、ドンピシャだったよね。ドンピシャでした。いや、アイムだったね、やっぱ。でもあそこでマイジャグに行かずにアイムを打つべきだったんだ、今日は。まあまあ、前田さん、たらればを言ってもしょうがないから。そうだね、次に生かしましょう、この反省を。はい、やっぱ M だ。うん、まあ、もう M しか打っちゃいけないんだ。と思ったら、マイジャグが来たりしますからね。そうなんだよ、本当にわかんないよね。次がまたアイムとは限らないから、まあ、またその時ちゃんと試して台は決めますけれども、今日の狙い方を踏まえて来月は同じような感じで台を選んで、年間収支プラス目指して今後も維新で頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いいたします。あ、そう、元気、明るく、楽しそうにが目標なので。取ってつけたような今日はちょっとね、元気に明るく楽しくとはいきませんでしたが、そうだね、2023年はね、うん、うん、元気に、明るく、楽しそうに実践頑張っていきたいと思います。それでは今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。2023年こそ偉人になるぞ。また見てください。動画初めて動画出演初めての人みたいな。